はい、どうもー、毎日ポジティブ416回目でございます。そう、私がスーパーポジティブティーチャー福地です。よろしくお願いいたします。さあ、6月の4日でございます。うちの店がですね、再開してから4日目に突入いたしました。いや、今日は非常に暑かったですね。こんな暑い中ですね、まあ、お昼はですね、いつもの割烹料理屋のお店でですね、お弁当とかランチの営業とかね、一応店長という肩書きでやらせていただいているので、そこをきっちり終わりにして、そしてポジティブ居酒屋4時から今日は営業いたしました。その中でね、すごくとってもとっても嬉しいことが今日はありまして、どういう嬉しいことかと言ったらですね、去年の今ぐらいにですね、来始めてくれたとっても素敵なですね、カップルの方がいるんですけども、その方々が約1周年ということで、今日ですね、うちのお店の常連のお客様と一緒にポジティブ居酒屋に来てくれたんですね。そして1周年乾杯というのをやってですね、まあ、いろんな各々の1周年にまつわる話をしてくれたんですけども、まあ、ある人はね、この1年っていう時間がもっと昔から知ってるような本当に濃密な1年だったよと、これからもずっと付き合っていけるような、そんな2人ですごく、この1年間すごく出会えてよかったし、まあ、これからもよろしくみたいなね、ことを言ってくれた常連のお客さんもいたりとか、やっぱ 1周年1年間こう積み重ねてね、いくっていうのは何をやるにしてもね、非常に大切なことですね。あるこの一つのね、このポジティブ居酒屋で店にね通ってくれて、そして今じゃあもうこのお店営業してるにもかかわらず、家でタコパしてうちの店来ないでタコパしてるみたいなそれも全然嬉しいんです、全然嬉しいんですよ。はい、そうやってですね、なんかもうこのお店からきっかけにして、まあ、一生付き合っていけるような、そういう間金に慣れたとかね、そういう話聞くと、やっぱりこのお店があってよかったなと思いますし、実際にこの1周年を迎えて、迎えたカップル その女性の方はですね、まあ、宮崎出身の方なんですけど、東京に来て、まあ、こういうお店というのは全然なくて、こんなに隣同士の人が仲良く、ね、自然に喋れたりとか、そして、この付き合い方もすごく密な付き合い方ができるっていうね、そういうお店は全然なくて、本当にこのお店に出会えてよかったよって言ってくれたんですね、その女性の方は。めちゃくちゃやっぱその言葉って嬉しいなって思うんですよ。やっぱりこのお店って普通のお店とはちょっと違くて、やっぱお店に来た人同士がすごく自然に会話できるような、そういう空間というか空気感があるので、まあ、そうやって、それをね、楽しいなと思って、このお店に1年間通ってくれる、その女性ももうすぐ100回で、男性の方はもう200回を超えてもう次は300回目っていうような方なんですけども、最初はこのお店に紹介してくれた方を数で追い抜かそうっていう、それをモチベーションにですね、うちの店バッジをもらえるんで、そのバッジをその人を追い抜かしちゃおうっていう気持ちで来てくれたらしいんですけども、まあ、最近はもうね、移動電車で来るとかタクシーで来るとか、もうむしろ移動費の方が高いんじゃねえかなみたいな、この店で払うお金にも。でもやっぱりね、この店にちょっと来たくなってしまうと、そういうお店に出会えてよかったよっていう風に言ってくれてですね、やっぱりまあなんかね、飲食店冥利に尽きるなと思います。僕もね、やっぱコロナの時期でもうお客様も減ってね、すごく、まあ、心もね、なんかすごく大丈夫かな、これから先行きとかって思ってる中ね、今日みたいなことがあると、よりね、もっと強固によっしゃ頑張ろう、まだまだこの店がある意味があるんだよと、この店でもっともっと多くの人がつながっていって、で その先に、ね、笑顔があったり、その先に未来で幸せな未来が待ってたりね、そういうところのきっかけにね、できれば嬉しいし、それができるお店だと
思ってるんで、気持ちを新たにね、明日からまた頑張ろうという気持ちになりました。お二人のね1周年を迎えた方、そして祝ってくれた常連のお客様、本当にありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いします。ということで、今日はとっても嬉しいことがあったというですね、1周年を迎えたうちのお店の超常連様のお話をさせていただきました。ということで、以上毎日ポジティブ416回目でございました。ご視聴ありがとうございます。明日も素敵な出会いを頑張ろう。